皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回は算数の問題の回答を間違えると先生が全力で襲ってくるホラーゲーム、バルディーズベーシックスのリメイク版に新チャプターが追加されたとのことなので、早速遊んでいきたいと思います。お、アップデートあったのか。つい先日ね。それで今回はどんなストーリーなんだぜ。何やらバルディ先生に捕らえられた後の話みたい。バルディ先生に捕まった後のストーリーだと？それじゃあ早速やっていきましょう。レッツプレイ。主人公はバルディ先生に捕まって天井に吊るされてたのか。拷問でもされてたのかな。ここは前回の学校と同じ場所か。今回もこの学校からの脱出を目指せばいいのかね。学校の地下からの出口を見つけろみたいな指示が出てるが。え、ここ地下だったの？どうなんだろ。ずいぶん荒れてるわね。チャプター1の後いろいろあったようね。この先に出口があるようだ。お、あの扉が出口ね。今回のチャプター簡単すぎー。え？落っこちた。階段が抜け落ちたようだな。さっき言ってた地下ってここのことかしら。どうやら5つの発電機を全て稼働させることで脱出口が開くようになるらしい。なるほど。今回はノートの代わりに発電機か。分岐かな？こっちに進んでみよう。いやー、だいぶスタンダードなホラゲーらしくなってきましたな。もしかしてこれが発電機？だと思うぜ。こいつをオンにすればいいのね。しかし水浸しでよく壊れないな。そういうタイプのジェネレーターなのかも。おお、オンになるとライトの色が緑になるんだな。これで何か起きるのかな？おい霊夢、このペチペチ音は、バルディ先生が来てるぞ。どこから来るんだ？右か、左か？じゃあ、どこから来てたの今の？後ろだろうな。びっくりしたなぁもう。それじゃあ2回目やっていくわよ。落ちたところから再スタートか。今回は右の通路を進んでみましょ。これってバルディ先生以外のキャラもいるのかな。リリースされたばかりだからまだ他のキャラはいないかもね。お、あったぜ。今気づいたけど初めからソーダ持ってるんだね。本当だ。右上のマネーって表示器になるな。先生のペチペチ音が近い。慎重に進めるんだぜ。なんでよいきなり出てくるのやめてよ。あの曲がり角のところに隠れてやがったな。やだなぁこのゲーム。では3回目やっていきます。3度目の正直なるか。あれ、スタート地点のすぐ横にも通路あったんだ。調べてみるか。おほう、こんなところにも発電機が。順番的にはこの発電機を一番初めにつけるべきなんだろうな。よし、まだ先生のペチペチ音は聞こえないわね。これってノートと同じで発電機をオンにするごとに先生の移動速度も速くなるのかな？だろうね。それはちと厄介だな。今回のチャプター一切走ることができないからねー。うお、先生来てるぜ。とりあえずこの発電機をつけて。あの奥にある発電機もつけたいな。先生が来てるからぐるっと回っていこう。ああ、やらかしたー。おい何やってんだよ。間違えてソーダ使うボタンをしちゃった。一つしかない貴重な B ソーダを。まあなんとかなるっしょ。初めから B ソーダを持ってるのはこれから先必要になるってことだろ。いざっていう時には気合でなんとかしよう。気合でなんとかならんだろ。よし、さっきの発電機のところまで来た。しかし思ったよりサクサク発電機見つかるな。先生にさえ気をつけてれば割と簡単にクリアできるかも。デカート一つで脱出口開くじゃん。その最後の一つも見つけちゃいましたよ。デカした。うわぁ、何この画面。めっちゃ見づらいぞ。この状態で脱出口まで迎えっていうの？やばい、先生の移動速度超速くなってる。どうしよう、さっき操作ミスでソーダを使ってなければ。やだやだ追いつかれちゃうよ。どこだー。あったぞ、もう目の前だ。お願い間に合ってー。
いやあ。あとちょっと、あとちょっとだったのに。敗因は霊夢の操作ミスによる操舵の無駄遣い。よっしゃー、なんとかラスト一つのところまで戻ってきました。バリバリ先生に追われてるんですが。今回は操舵があるから大丈夫よ。近い近い、くらえ。お、使ったか。これでしばらく時間を稼げるでしょう。しかし出口まで間に合うのか？今の先生の移動速度は新幹線並みだぞ。もう脱出口の近くまで来てるからギリギリ間に合うと思う。頼むぜ。よし、ここまで来れば脱出したも同然。先生完全に置いていかれてるな。ゴールだー。来たふう、とことん心臓に悪いゲームだねこのシリーズ。それで次は何をすればいいんだ？ふむ、あのダクトの中に入れそうね。しかしどうやって？ふむふむ。キューキーで乗れるのね。お、テーブルの上に乗った。つまりこれを台にして。おう、押せるのか。で乗ると。いけたいけた。これで脱出かな？どうなったんだぜ？おめでとう。いやー、これはこれで怖かったね。リメイク版本家より頑張ってるな。ちゃんとストーリー性があるのすごいよね。しかし前回あの学校から脱出したはずなのになんで捕まったんだろうな。バルディ先生の魔の手からは誰も逃れられない。Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. まだ何かあるのか。面白いモッドを見つけたのでおまけ程度に紹介しておこうかなって。ほう。見た感じいつものバルディ先生だが、ここまではいつも通りなんだけど、あれか、ノートを2冊終わらせると何か起こるってやつだな。ビンゴ、今回は一体何が起きるんだぜ。今見せてあげる。You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. 間違えると顔が変わるのか？いや、ここもいつも通りだよ。You got it. Problem.ふむ、変わらずのたらこ唇だな。さあ始まるわよ。一体何が？いたいた。は？なんだこの野獣先輩みたいなやつ。顔をよく見て。ああ、廊下監視員こと校長先生やんけ。本物も来たわね。バルディ先生は？彼がバルディ先生だよ。え？このモッド、校内のほとんどのキャラが校長先生に変身してるんだ。なんじゃそりゃ。校長先生ファンにはたまらないモッドですな。不気味すぎだろ。縄跳び校長だ。縄跳び娘まで校長に。赤ん坊みたいで可愛くない？ちょっと何を言ってるかわかりませんね。もっと近くで見てみたいわね。あ、ポンコツロボは校長になってないんだな。みたいだね。お、来た来た。近くで見るとますます不気味だな。この外見で声が縄跳び娘ってのも面白いわね。校長の口に吸い込まれたー。ということで次は、まだあるのか？それではお越しいただきましょう。じゃじゃーん。これってもしかして。そう、縄跳び娘ことプレイタイムちゃんがバルディ先生になっちゃいました。まあ、さっきの校長よりは幾分マシなビジュアルだな。こちらのモッドも先ほどと同じく、校内のほとんどのキャラが縄跳び娘になっております。物好きにも程がある。お、校長版縄跳び娘発見。体格良すぎ。これなら捕まってもそこまで腹立たないわね。というか高速部屋のキャラ紹介画像が全て縄跳び娘になってるんだが。細かいところまで縄跳び娘で染まってるのね。相変わらずポンコツはポンコツのままだ。こういったモッドも面白いね。いつもはバルディ先生に注目しがちだが他のキャラのモッドも悪くないな。ほんと来た。なんだかんだでやっぱり本物が一番びっくりくるな。縄跳び娘のバーゲンセールだ。終わった。
ということで今回はこの辺でお開きとさせていただきましょうか。バルディ先生、人気だな。今後もいろいろなバルディ先生関連のゲームが出てきそうですね。てなわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。